シグ163はトーマスよりゴードンというお話です。それではご覧ください。どうぞ。よいしょよいしょ、やっほー、みんな元気？僕トーマスもアニーも青くなったクララベルも元気元気。今日もたくさん仕事をしてトップハム発表に褒めてもらうんだ。いくぞーい。あ、トーマスだ。わー、ずいぶんスピードを出しているね。気をつけてよ。僕も郵便配達頑張ろうっと。トーマス、そろそろ駅に到着到着。ゆっくりゆっくり。おっとと、失礼失礼。さあ到着です。ギリギリセーフ。トーマス、ちょっとスピード出しすぎじゃないか。本当に早すぎてとっても怖かったんだから。トーマスったら。そんなことないよ、アニーとクララベルが怖がりすぎなんだよ。いやいや、早すぎなわよトーマス。もっともっとゆっくりゆっくり。まったくうるさいな、アニーとクララベルは。さあ早く乗って乗って、次の駅に向かいますよ。ゴーゴー。ふむふむ、なるほど、そういうことか。では早速新しい部品を入荷しようではないか。お、あれは誰だ、エドワードかゴードンか。と、トーマスだ。こんにちは、ハットケオ。今日も僕頑張ってますよ。なんじゃあのスピードは、スピード違反じゃ。よいしょよいしょ、やっほー。あれ、切り替わってない、こっち危ない。トーマス、今切り替え作業をしているところなのに。キャー、トーマス、車の上にブレーキ。危ない。じゃあ一旦ホッパーセットがあって、助かったよ。もうちょっとでぶつかるとこだった。トーマスよ、調子に乗ってスピード出しすぎじゃ。ここからはゴードンにアニーとグララベルを引っ張ってもらう。そんなー。ゴードン、よろしく頼むぞ。ヒヒヒ、残念だったな、ちびっこ機関車よ。たくさんならいいんだ、超機関車パシー。はい。ヘヘヘ、お前もパシーみたいに郵便物でも運んでな。それではゴードン、気をつけて行ってまいります。皆様、先ほどは失礼いたしました。ここからは私ゴードンが安全運転でお届けいたします。はっはっは。よいしょよいしょ、トーマスのせいで随分遅れが出ております。ちょっと急ぎますよ。この遅れを取り戻すにはドキドキマウンテンの方面から行った方が良さそうだ。ゴードン、こんな急な坂道落ちれないわよ。ゴードン、やめて、危ない危ない。うるさいな、アニクラ。この登れないわけないだろう。この子の行くぞ。皆さん、落ち着いて、大丈夫ですから、大丈夫ですから。動けなくなった。でも、皆様、ご安心ください。すぐに初動レスキューチームが助けに来ますから、ご安心ください。この度は、アニーとクララベルのせいで申し訳ありませんでした。よいしょっと、郵便の仕事、おしまいって、あれ？あそこにいるのって。ゴゴゴゴゴーどーん、なんであんなところで動けなくなってるの？レスキューチーム、カモーン、レスキューチーム、助けてー。まったく、客車を引っ張りながらドキドキマウンテン登るなんて危ないにも程があるよ。後ろからちょっと押してあげようっと。よいしょ。あら、軽くなった。さあ出発ですよ。せーの、やったー。どんなもんだい。ちょっとゴードン、僕が押してあげたんじゃないの。ふう、いい仕事をした後の洗車台でのシャワーは最高だったぜ。ちくしょう、本当は僕の仕事だったのに。でもゴードン、ありがとうね。いいってことよ。何言ってんのゴードンは。後ろから僕が最後助けてあげたんじゃないかよ。まったく。おお、みんなお疲れ様。パーシー、郵便配達3件も間違っていたみたいだぞ。さあ今日の夜ご飯を持ってきてあげたが、ゴードン、たくさん食べなさい。頑張ったね。パーシーは間違えたから魚だよ、魚魚。なんで僕だけ。頑張ったのに。さあみんな、リンゴとみかん、野菜を食べて明日もお仕事頑張りましょう。明日はドゥ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 ン、トビーを中心としたストーリーを作りますよ。それではまたご覧ください。バイバイよ。はい、ということでどうだったでしょうか。今回の163話目はトーマスを主軸にした久しぶりのね、パーシーストーリーでしたが、面白く見ていただけたでしょうか。ちょっと短めでしたけどね。そして最後までね、見ていただけるとまあわかると思いますが、そしてね、最後にトップハムハット卿が、次のストーリーの主役はトビです、なんでね、まあこういう展開も面白いかもしれないですね。どんどんこう続いていく感じがしてね。ということで、次の164話目はトビを主役としたストーリーとなります。まあ今もう
今日が12月の16日の金曜日なんですが、まあ、ちょっとずつねもう制作にも取り掛かってますので、来週はパーシーストーリーをね、クリスマスシーズンもありますので、まあ頑張って2話投稿できたらなと思ってます。164話目はトビのストーリー、そして165話目は、実は去年はね確か作ってないんですけどね、クリスマスのストーリーを、2年ぶりに作ってみたいなと思っております。そんな早くやらないとね、クリスマスストーリー結構時間かかりますから、早くやらないと来週の今日明日にアップできなくなっちゃうかもしれませんので、頑張りたいと思います。それでは、本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。